青コーナーよりエンブレム田中マサト入場。さあ、不死身のタフガイでありますこの男、弾丸戦士田中マサトが入場してまいります。赤コーナーよりゼロ番橋本慎也入場。橋本田中シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。橋本青コーナーエンブレム田中173センチ108キロ田中さん。赤コーナー田中ゼロファン173センチ135キロ橋本今、ゴングが鳴りました。さあ、桃田さん。会場はもうすごいボルテージなんですがね。一言お願いします。そうですね。この熱気、すごいですからね。まあ、当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ロックアップ。ボディスラムで叩きつけます。あっと、エルボー。行くのか。逆に振り返した。走り込んだのエルボー。掴みます。喉元を狙ってまいります。腕を回します。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。引き起こします。組み合います。返してまいります。エルボードロップ。抱えます。 DDT。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、足、膝、投げ出したらキリがないですけど、でも泣くことは言ってられないですからね。ああ、そうですよね。打たせません。腕を捉えます。腕折りに移行してまいります。組に行きます。逆に投げてまいります。起こしてまいります。
文字通り空から始まったゼロワンでありますが、着々とメジャーへの階段を登っていることは確か。立ち塞がる者を文字通り叩き潰し、道を切り開いてきたのがこの破壊王、橋本真也であります。破壊の後の想像、今日は橋本は一体何を見せてくれるのか。バックを取ってエルボーで返す、腕をフックした、 DDT 首で引っ込まれてしまった、引き起こす、腕を回した、強烈に叩きつける、ああ三角締めが入った、抱えた、DDT 前頭葉から突き刺さった、起こした、ジャンピング DDT 首から突き刺さった、立たせていく、いけるか、ロープに飛ばした、後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、抱き起こす、もう気持ちだけで打ってますよね。はい、あっとエルボー、エルボーを打ち込む、奥歯を噛みしめた、ハンマー気味のパンチ掴んだ、計算切りの雨あられ、起こした、首根っこを掴んだ、蹴りをぶち込む、引き起こす、ブレンバスター行くのか、脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か、体を預ける、